皆さんこんにちは、ミニマルワードローブチャンネルの星野です、今日はですね銀座の4丁目にやってきました、ちょうどですね、交差点のところから左に曲がって、ここにちょうどアップルがあるんですけどこの道をですね、曲がったところに、51というスーツをオーダーで作ってくれるお店があります。実はですね僕が着てる、今日これ BR ショップで7年前ぐらいに仕立てたスーツなんですね。それから20年前ぐらいに仕立てたカシミヤのビームスのスーツもですね実はその51で作ってるってことが、分かりまして今日はずっと長く着れるようなスーツをですね、新調しに、オーダーしに行ってみたいと思います。それではじゃあちょっと行ってみましょうか。曲がってね結構ねすぐなんです。京文館ビルというのがありまして、そこの5階に51というお店があります。じゃあ早速行きたいと思います。あ、こんにちは。いつもお世話になってます。すみません。こちらこそいつもお世話になってます。今日ですねちょっとスーツを作りに来ました。はい。で、まあ、いろいろね生地とか、はい、それから形とか見せていただきたいんですけど、まあ、まずはこの51というお店についてちょっと話をですね、はい、伺いたいなと思いまして、51歴史的にどのぐらい続いてますか？歴史的には、はい、ファクトリーの創業が1964年。1964年というと大体もうじゃあ、はい、60年近く、60年近くですよね。はい、はい、ずっとテーラーさんですとか、はい、あとメーカーさんの、はい、背広の縫製制作を請け負ってやってきたんですけれども、なるほど、このお店を出したのは2008年ですので、はい、2008年ということはもう、はい、でも13年、そうですね、はい、直営店としては13年目になります。結構長いですね。じゃあね、あの51というと、はい、まあ、今日着てる僕のスーツ、これは実は BR ショップというところで、はい、オーダーをしたもので、はい、これがですね、もう 何年着てるんだ、6、7年着てるんですよね、もうずっと、はい、でこれだけで何着持ってるんだっけな、この同じやつは実は2着持ってまして、はい、秋冬用の素材のフランネルとか、はい、カシミヤとかネイビーとかいろいろ入れると多分6、7着持ってるんですね。ありがとうございます。はい、でそれは実は、はい、この51で作られてるっていう風な話を聞いて、はい、いつかちょっとね作りたいなと思ってたんですね。はい、でさらにもっと深掘りするとビームスのブリンラっていうラインがありまして、はい、で僕の先輩の武藤さんっていうのがディレクションしてるんですけど、はい、そのブリンラのスーツ僕20年前ぐらいにカシミヤで作ったんですよ。でそのカシミヤで作ったスーツも実はこの51で作られたっていう話を聞いて、僕のね体に51のスーツむちゃくちゃ合うんですよね。はい、なので今日は生地をちょっといいものを選んで、はい、ずっと長く着れるようなスーツをちょっと、はい、仕立てたいなと思ってるので、ぜひいろいろ教えていただきたいなと思いつつ、いい、慎んで、はい、よろしくお作りさせていただきます。今日着てらっしゃるのもすごい素敵なスーツです ね、はい、これね、ありがとうございます。これも51製ですか？もちろん、もちろんあの弊社のもので、はい、いろいろ型紙のモデルをご用意しているんですけど、私が今着ているのは RJ モデル。RJ モデル、どこが特徴なんでしょうか？特徴としてはもともと北イタリアのビスポークで使ってたような型紙を、はい、うちのファクトリーで、はい、再アレンジして作ったものです。北イタリアで使ってたモデルがあるんですね。はい、そうなんです、そうなんです。なので全体的な設計としては、はい、少しこうやっぱりクラシコイタリアなんですけど、はい、そのクラシコイタリアっぽいところって例えばどこでしょうか？例えばこのボタン位置なんかも、はい、一般的なものよりはやや低めに設計されております。なるほど、あ、そうなんですね、はい、ちょっと低め、はい、51のスーツの特徴、これどこなんですか？はい、一番のやっぱり一番うちの職人たちもこだわっているのは中間プレスといって、はい、作る過程できっちりアイロンを入れるというところを大事にしています。うん、そうすることで最終的に、はい、すごく立体的な服になって、うちは総化陣で作ることを基本にしているんですけど、はい、しっかり作った昔ながらのスーツなんですけどなんとなく軽く感じるというような服になるように作っています。なるほど、はい、じゃあかなり手間がかかるんですね。そうですね、時間と手間はかかるんですけど、はい、やっぱりそこは大事にして皆さんのものを作っています。なるほど、その他の部分はいかがですか？例えばステッチですとか、このボタンホールですとか、はい、うちの服はかなり手仕事は多いんですけれど、
できるだけ個性が出ないように。個性が出ないように、はい、こう言い方がちょっと違うかもしれないんですけど、そのテーラーによる、そのハウススタイルみたいなのあるじゃないですか、はい、そういうものが全面的に出ないようにってことですか。そうですね、あくまでやっぱり着る人を端正に見せる服、着る人を端正に見せる、はい、いい言葉ですねなるほど、はい、そういう服を目指して作ってます。わかりました、はい、だからは僕が結構長年着てて、どこのスーツ着てるんですかって言われることも非常に多いんですけれど、はい、まあ、実はファイブワンさんのものが多いということなんですね。じゃあ、ね、はい、じゃあ実際にいろいろ生地選びからちょっとやらせていただいてもよろしいですか。もちろんです、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、じゃあこちらへどうぞ、はい、じゃあ早速ですけど、はい、今日はどんなスーツをお作りになるイメージですか。今回なんですけど、はい、僕あのスーツ結構持ってるんですよ。存じ上げてます。この本にも出てくるスーツでも相当、まあ、いろんなスタイルが出てくるというか、はい、いろいろ持ってるんですけど、例えばこういう、これカシミヤのダブルなんですね、はい、でこれはリングジャケットで作ったやつなんですけど、今普段着てるこういうようなのは、はい、まあ、BR ショップで作ったスーツなんですね、はい、でグレーとネイビーだけでもう何十着ってなるんですけど、はい、ここで作りたいなと思うのが、はい、長く着ることを想定してすごくしっかりした目付けの生地っていうんですかね、はい、例えばグレーのスーツ、またグレーのスーツっていうふうに多分見てる方も思うかもしれないんですけど、はい、グレーでもフランネルで一番、まあ、あの有名なフォックスブラザーズのもうがっちりした生地で、はい、ちょっとダブルのスーツを作ったりとか、あとはそれに合うちょっとネイビーのなんかジャケット、はい、ネイビーのカシミヤのジャケット持ってるんですよ、まあ、スーツで作ってばらしてきたりするんですけど、もう少し、まあ、なんか日常で着やすいというか、はい、長年着られるようなってことを考えると、はい、ウールが少し混じっててもいいのかなとか思ったりとか、グレー無地ネイビー無地なんですけど、もう究極の一着をちょっと作りたいなと思ってまして、なんかそういう意味でいくと、まあ、フォックスあたりかなと思ってたんですけど。そうですね、はい、やっぱりフランネルって言ったらもううちでもフォックスが一番人気ですね。じゃあちょっと生地の見本から、はい、いいですか、お願いします、はい、よろしくお願いします。あ、好きなやつです、はい、おいいですね。まずスーツで一番人気があるのは、はい、この目付け、生地の重さでいうと、はい、370から400グラムぐらい。370から400、はい、これでも、まあ、一般的なイタリアものとかのフランネルに比べたら、はい、随分重さのある生地です。うん、まあ、でも通常考えるとこっちだとちょっと暗いですよね。そうですね、チャコールグレーですね。今着てるのは僕の雰囲気でいうとミディアムと思ってるんですけど、はい、これだとちょっと濃いですもんね。そうですね、逆にこちらだとちょっと明るい、ミディアムグレーの中でも明るめ、明るめ、これだとライトになっちゃいますもんね。そうなります、うん、まあ、でもこれですかね。他にチョイスとかってあったりするんですか。あとはさっき伺ったコンセプトで面白いかなと思うのは、通常コートでもご注文いただくような、目付けで530から560、かなりヘビーウェイ。ちょっと触ってみていいですか、はい、しっかりしてますねこれ。がっちりしてます、ね、がっちり。で特にこっちの目付け 400g の方は、うん、フォックスらしいというか、結構この黄色みがかったグレーは一つの代名詞なんですけど、うん、ちょっと好みの分かれる色でもあるかなと思います。なるほどね。なんかあの例えば映画で言うと、はい、ヒッチコックの映画とかで、はい、なんかあとはケイリー・グラントとか、はい、それこそなんかそういう俳優が着てそうな、なんか重めのグレーのフランネルっていうのが僕のイメージなんですよね、やっぱりね、はい、でそれを考えるともうちょっとやっぱりそうですね、黄がかかってるよりは、はい、こっちの方が、はい、個人的にはなんかモダンな印象を受けるんですけどね。そうなると思います、まあ、より都会的なグレーというか、レトロな印象だったらこっちでもいいと思うんですけど、はい、ちょっと黄みが強いと思うんですよね。私はこっちの目付けでスーツを作っても面白いかなと思います。面白いっていうのは普段、まあ、通常そのフォックスブラザーズで言うと大体400のこっちで作られる方が多いっていうこと。ほとんどもうこっちの重さで選ばれる方が多いんですけど、でもな、黒い靴に合わせる茶色を最近合わせないんで僕、こっちかな。こっちでじゃあぜひ、はい、今回作ります。フランネルのその木の色目がよく出るね、綺麗ですね。じゃあこれで、
はい、はい、よろしくお願いします。ジャケットの方は、はい、そうですね、ネイビーの少しカシミヤの入った生地なんで。あります、もちろんいくつかありますので。なんかロロピアーナとか、はい、あと どの辺がありますか。あとはそうですね、ピアチェンツァだったり、はいはい、そのあたりがカシミヤの特に冬物の少しビーバー加工したような生地は得意ですね、うん、なるほど。あ、ちょっとこういう毛並みのある、毛並みがある感じ、はい、あ、ちょっとじゃあ見せていただいてもいいですか。お持ちします、はい、じゃあいくつかお持ちしました、はい、ありがとうございます。まずロロピアーナの、はい、カシミヤコンですね、うん、この辺りのネイビーなんかやっぱり定番の色で、ね、綺麗ですね。やっぱりロロピアーナはカシミヤ 100% じゃなくてもウールの素材がいいので。うん、これ今ネイビー2種類ありますけど、はい、このフォックスの方のグレーフランネルだと、はいはい、ちょっと明るめの方がいいんですかね。少し私の好みはやっぱりこっちの濃い方、濃い方の方かなりクラシックですよね。でも、はい、コントラストが強くなりません、これ、まあ、難しいですね、まあ、こっちかこっちですかね。そうですね、これでウール 94% で 6% カシミヤ、カシミヤです、はい、あ、すごいしなやかですね、はい、ただちょっとこれあの目付けがそんなに重たくはないので。確かに 320g だ、はい、ちょっともしかしたら今回のコンセプトと違うかもしれない。そうですね、はい、もう少し長く着るってことを考えると、ちょっともう少しヘビーウェイトでもいいかなっていう。そうですね、うん、なるほど。これも、はい、どちらかというとコートでよくご注文いただく生地なんですけど、こういう目付けのある生地に負けないような迫力がやっぱり欲しいなと思いまして、はい、こういうピアチェンツァ、ピアチェンツァ、目付け 500g のウルカシミヤ、ウルカシミヤ、はい、待って、これめちゃくちゃ綺麗だ。これすごいいいですね。これそうですね、これ相性はどうですか。いや、バッチリだと思います。あれ、ちょっと待って、ロロピアーナのイメージがあったんですけど、これいいな、はい。ピアチェンツァもやっぱりカシミヤがすごく得意なメーカーで、そうですよね、ピアチェンツァ、この毛並みを起こすのに昔ながらのアザミの実を使って起こしているので、ガサーってこうなってるやつですね。そうなんです、そうなんです。なんかあの栗の松ぼっくりみたいな感じですかね。松ぼっくりみたいな、見ました見ました、あ、だからこういう表情が出るんですね。やっぱり機械とは違う上品さがありますね。確かにこれすごい綺麗、これかな、いい生地だな。これででも作ると高そうですね。ちょっとロロピアーナだと、ロロピアーナ価格いくらぐらいですか。ジャケットで、はい、税抜きで20万円ジャケットで20万、はい、まあ、結構いい値段ですね。なるほど、まあですよね。そうですね、ピアチェンツァはいくらぐらいですか。ピアチェンツァはこれ実は結構お買い得で、はい、ジャケットで9万4000円税抜きでございます。あ、そうなんですね。これだ、いいな、いいですね。そうですね。ちなみにこのフォックスの方でスーツ作るといくらぐらいですか。こちらで税抜き16万6000円。でも安いですね。そう言っていただけると。あ、信じられない、もっと高いかなと思ったんですけど。シングルダブルでやっぱ価格差はありますよね。そうですね、それぞれオプションはありますので、はい、例えばダブルのオプションで税抜きで3000円いただいてたりとか、はい、シングルダブルでそのぐらいの価格の違いなんですか。そうですね、うちはそのように設定しております、うん、もっと違うかなと思ったんですけど。そうなんですね、はい、なるほど、わかりました、はい、ピアチェンツァかな、こっちやっぱり 500g の方でいきます。そうですね、の方が多分バランスいいかな、上下のやっぱり目付けの重さの違いっていうのは大事だと思うので、はい、じゃあこちらで、はいはい、よろしくお願いします。かしこまりました。あとはじゃあ形、そうですね、デザインなんかを決めていきましょう、はい、グレーフランネルとダブルのスーツ欲しいなと思ってたんですよ。シングル昔持ってたんですけど、はい、2着ぐらい。それもちょっとやっぱり形が、はい、自分がちょっと変わってきたんで、はい、今の形のシングルとダブルですかね、はい、はい、はスーツ で、はい、でこれはジャケットという、ジャケットですね、はい、イメージで、はい、お願いします、はい、ではダブルということですから、はい、今オーソドックスなデザインは前6つボタンのデザインですね、はいはい、6つボタン 6PW ですね、はい、それとシングルは、はい、段階入りで、段階入りで、かしこまりました、はい、ジャケットの方もダブルのデザイン、ジャケットもダブルですね、はい、はい、あと、デザイン細かいところですね、はい、シングルの方はノッチとラペルになるかと思いますが、はい、どっちで、ダブルの方は、そのままピークとラペルですね、はい、大丈夫です。胸ポケットはイタリア風のバルカポケット、バルカポケットで、はい、はい、腰ポケットはいかがしましょう。腰ポケットはフラップありで、はい、ありで、はい、であとチェンジポケットつけていただいていいですか。かしこまりました、はい、でベルトが
そうですね、サイドベンツで。サイドベンツで。はい。はい、はい、そうですね、スーツの方で、はい、パンツをちょっとモデルを開けたいなと思ってて、はい、シングルの方はアウトのツープリーツ、はい、で両方ともフラップつけていただいて、はい、右も左も、はい、ダブルの方のジャケットをスーツに合わせる方は、はい、インのツープリーツにしていただいて、はい、やっぱり同じようにフラップつけていただいて、はい、サイドアジャスターですかね、はい、はい、できますよ。いいですか、はい、でさらに一応サスペンダーでも使えるように、はい、サスペンダーボタンを前2つ、はい、後ろ1箇所、はい、ですね、はい、ですかね、はい、あとは決めることってありますか。あとはボタンですね、はい、基本は水牛のボタンでご提案しておりますので、はい、フランネルでしたら、うん、こういう艶消しの水牛の方が素材にマッチしているかと思います。あ、いいですね。こっちなんですか、これ黒、はい、7番はほとんどもう真っ黒というようなので、6番は少しこの水牛らしい節目の出る、あ、これがいいです。そうですね、はい、では6番でお作りしましょう、はい、袖のデザインですね、はい、はい、本開きで、本開きで、はい、4つボタンで、はい、重ねなしで、重ねなしで、はい、はい、ではあと裏地をお選びください、はい、フランネルとこれですもんね、まあ同色のこっちは紺、こっちはグレーでもいいんですけど、そうですね、よくある色合わせはやっぱりこのあたりですね。ですよね、ええ、黒かな、黒になさるイメージはありますね。56番が黒色です。あ、黒で、はい、はい、シックな感じで、かしこまりました。はい、あとはご希望あれば、この胸ポケットの上の部分にお名前刺繍入れられますが、はい、入れてください。あ、ではどのように入れましょう。もう H だけで、はい、色はいくつかございますが、あ、白ですかね、はい、はい、じゃあ白で H と刺繍いたします、はいはい、じゃああとは、そうですね、続いて採寸をさせていただきます、はい、じゃあお願いします、はい、じゃあお上げ先にお預かりします、はい、かなり僕肩甲骨張ってるんですよね。そうですね、痩せ型の方にやっぱり多いんです。うん、でこれはやっぱりテーラー泣かせというか、テーラー泣かせ、はい、まあ、ここをどう処理するか、うん、やっぱり肩傾斜が、肩傾斜半端ないですね、はい、7センチほどありますね。7センチ、はい、相当なでかだってことですね。そうですね、肩傾斜測ってもらったことなかったです。7センチなんですね、はい、覚えとこう。胸周りをして、はい、おおむねこれで大丈夫ですか。問題ないですね、はい、なんかあのモデルみたいのってあるんですか。そうですね、はい、この後採寸用にゲジックをお召しいただくので、はい、一度靴を脱いで上がっていただきまして、はい、スーツどのぐらいで大体できますか、はい、今回3着。そうですね、スーツ2着とジャケット1着、まあ、着数というよりは選んでいただいた生地によりますので、はい、今回のものでだいたい40日から50日ぐらい見ていただければ。あ、はい、わ、はい、かりました。じゃあそれをご連絡いただく形で、出来上がったらご連絡いたしますので。わかりました、ありがとうございました。一旦お預かりします。楽しみにしてます。はい、藤原さん、お待ちしてます。こんにちは。こんにちは、いかがですか、仕上がり。これが思ったよりいいですよ。本当ですか、びっくりした。なんて言われるのかなとちょっと思っちゃったんですけど。いや、予想以上です。あ、本当ですか、はい、うわ、ちょっと楽しみにしてました、早速ね、ちょっと見せていただきたいんですが、はい、ちょっと今日の泉さんのスタイルちょっと教えていただいてもいいですか。スタイルですか、はい、ちょっとあれですよね、はい、前回の放送の時もちょっと思ったんですけど、はい、クラシックですよね。そうですね、クラシックなんですけど、はい、僕の中ではなんだろうな、昭和とも何とも言い難いな、なんかレトロな感じ、はい、合ってます。いや、多分合ってると思います。本当ですか。自分の中では音楽的にもちょっと言われるんですけど、音楽的 レトロなんですけど前進してるっていう意味ではレトログレッシブ、レトログレッシブあるんですが、なるほど、それは私の一つのテーマにしています。どっから来てるんですか、そのインスパイアされてるというか。
私のそのルーツですか、はい、例えば今のね、はい、その髪型一つ取ってみても、はい、パーマかかりつつ、はい、でもちょっとパートで分けてて、なんかその昭和モダン、大正モダン、明治モダン、なんて言ったらいいんだろうな、なんか懐かしいような、はい、でもこの銀座の土地にも合うような、はい、でこのスタイルがなんていうんですか、普通あんま見ない、はい、このチェックのジャケットと、これ下はグレーの、チャコールグレーにちょっと茶色が混じってるような、はい、これ何ですか、ツイール、キャバレリーツイール、ツイードと言ってもいいですし、まあ、ホームスパン、ホームスパンっていうような生地ですね。面白い、なんかちょっと合わせ方もクラシックじゃないですか。でここにねスカーフというか、はい、プリントのスカーフ入れて、なかなか見ないスタイルなんで、なんか面白いですよね。そうですよ、こんな話してる場合じゃないんですよ。スーツを出来上がりをちょっと見せていただいていいですか。ご用意してます、はい、こちらで。これがね、おお、飾ってあった、うわ、むちゃくちゃかっこいいじゃないですか、はい、やっぱりこの 500g 超える目付けの存在感っていうのはなかなかのものです、ね、すっごいしっかりしてますね、はい、うわ、めちゃくちゃいい、かっこいい、はい、パンツもあります。パンツもございますよ、はい、じゃあシングルからお召しいただきましょうか。そうですね、じゃあこちらシングルアウトプリーツのデザインですね。かっこいいじゃないですか。めちゃくちゃいいですね、これ。ダブルの方もパンツもあります？ダブルもございますよ。同じダブルとシングルで変えてるんですよ、今回。へー、ツーインでサイドアジャスターですよね、はい、後ろにフラップ付きっていう、ここは一緒ですね、はい、でジャケットがネイビーでグラグリというシングルの音、ちょっとじゃあ着てみます、はい、まずじゃあこっちから着てみようかな、はい、ちょっとお待ちください。めちゃくちゃかっこいいです。ありがとうございます。もう理想通りです。はい、僕の今まで作ったスーツの中でナンバーワンかも。それは見すぎてませんか。いやすっごい、あの肩の傾斜も綺麗ですし、体にぴったり。でも私もイメージ通りお作りできたと思います。めちゃくちゃかっこいいな、これ。いや素晴らしいですね。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいい、これもう一着欲しいなって。っもう一着作ってよかったです、僕これはいいよ、重さは 500g と全然いいですね。そうなんですよ、この重いんですけど、はい、できるだけ毛人なんかも軽いものを使っているので、はい、着心地はかなり軽く感じていただけると思います。いや着心地全然めちゃくちゃ軽いです、はい、500とかは全然想像つかないです、はい、生地の重さ全然わかんないもん、これ 500g だからクリスもピタって入って。そうなんですよね、このやっぱり目付けがあると、はい、クリスがストーンと綺麗に落ちるんです。これ膝も抜けそうもないですね、あんまり。これぐらいしっかりしてるとガシガシ履いていただいても。ガシガシ履いて、はい、よかった2本作って、同じもの作ったんですよ今回。ちょっともう一回見せていただいていいですか。今回のこっちの方は2プリーツで、まあ、アウトなんですよね。でこれはベルトができるようにしてます、一応。でもこっちはベルトレスで着れるサイドアジャスターがついてるので、ちょっと全く雰囲気変わりますよね。あとここインプリーツなのでちょっとね丸くなるんですけど、同じもの2本作ってもあれかなと思ったんで1本ずつ変えて作っていただいたんですけど、いや良かったです。こっちはね、あのサスペンダーでできるようになってるんですよね。ちょっとボタンもつけていただいて、その辺もこだわって。いやかっこいいわこれ、ちょっとびっくりしました。まだねダブルは着てないんで、ダブルこのままちょっと着てみていいですか。そうですね、このままじゃあ、はい、めちゃくちゃいいですね。もう1着欲しいなこれ3着目ですか、はい、すっげーかっこいいわ。僕の作ってもらってるスーツの中で結構一番かもな。いよいよダブルです。ダブルです。どこだろうな、これ気になるな。あ、おお、ダブルが似合いますね。めちゃくちゃかっこいいわこれも、はい、いいダブルですねこれやばい、すげえかっこいい。これダブルもいいですねやっぱり。しかも500ってねなかなか珍しいっていうふうに言ってたんですけど、これは理想ですね、はい、ちょっとどう仕上がるかなって楽しみにしてましたけど、はい、予想以上です。あ、これはかっこいいわ。めちゃくちゃ着やすいです。ありがとうございます。ラペルのね感じもすごく綺麗ですし、僕大体いつも下一つ掛けで着たりするんですけど、まあもちろんねこれ中掛けてもいいですもんね。そうですね。であとお話したような中間プレスをしていることで、ジャケット自体がこう筒状になるように作ってあるので、うん、開けた時も
このウエストのシェイプがちゃんと出ると言いますか。なるほど、はい、お確かに、はい、ダブルって開けて着るとねあんまりかっこよくなかったりするんですけど、結構こう下に広がってしまったりするんですが、あこれ全然いろんな着こなしも楽しんでいただけると思います。なるほど、はい、ずっと着れるな。これ腕組んだ時にこういうところに当たるこの生地の質感も最高ですね。そうですね。でだんだんやっぱりその摩擦でちょっとずつちょっとずつ生地が痩せていくのもまた楽しみかなと思います。なるほど、あその経年変化があるんですね。ええー、これはいいわ。あとはもう体型を変えないっていう、ね、それはもう、はい、ただの多少お体変わっても出したり詰めたりはできるように作ってありますので、はい、めちゃくちゃかっこいいわ。いや理想のスーツありがとうございました。こちらこそありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいです。いえもう僕の中でナンバーワンかもしれないですね。本当にいいスーツができました。よかったです。ありがとうございます。そしてこれだけじゃないんです。ネイビージャケットがね、はい、これも別のピアチェンザの生地で作ったやつ、ちょっとこれも着ていいですか。そうですね。うわーこれ気になるな。うわこれ着心地いいな。これこっちはカシミヤが少しブレンドされてますので、はい、フォックスとは違う柔らかさがあると思います。でも目付け500ですもんね。そうなんですよ。こっちの生地もやっぱりコートのご注文が多い生地ですが、はい、またちょっと違うぬめり感とか、はい、落ち感もあって、はい、これあの僕もバラして着ようと思ってたんですよ、はい、ジャケットでグレーのパンツでみたいな、はい、っていうかこのこれでスーツでもいいですね。それもありかなと思います。ちょっとまあパンツにした時に膝抜けは少し怖いですが、はい、ええ、でもいいスーツだなこれ。あこれのパンツ作ろうかな。いいですか。もちろん。またそれはそれでちょっと時間かかりますよね。そうですね。そうするとネイビースーツで着れるもんな。そうなりますね。うわまた沼だこれ。沼ですね。スーツ沼に入りました。いやでもすごいかっこいいのできました。いやいやありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今回大変な部分ってどこでした。そうですね、やっぱり星葉様のその肩周りをどう処理するかっていうのは難しいところで、はいはい、このモデルはあの肩パッドが入らないんで、はい、その確かに入ってないですよね。そうなんですよ。やっぱりその分その採寸がシビアになるというか、はい、肩パッドを入れると少し悪い言い方をするとごまかせるんですが、ごまかしが効かないので、肩に合わせながら首が抜けないように、はい、少し襟光のところも、はい、お体に合わせて小さめに作って、はい、なるほど。で袖の振りも綺麗に入ったかなと思います。確かに袖の、はい、袖の振り綺麗ですね。すごい、いや素晴らしい。でも他の部分もすごい綺麗ですもんね。ボタンホールとかこういうところ、ね、やっぱりできるだけ綺麗に作ろうというのがうちのファクトリーの特徴なので、ボタンのこのなんていうんですか、これ縫ってあるこのここも綺麗ですよね。すごい、あこの部分ですね、寝巻きという部分なんですが、すごい綺麗。これボタンをかけるときに少しスペースがあった方がかけやすいので、はい、少しこの足をつけて作ってます。この足がすごい綺麗ですよね。くるくるくるっと巻いてあって、ええ、これもうちのこだわりのポイントで、ボタンはすべて手縫いで仕上げてます。だからボタンが綺麗なんだ。綺麗に見えるというかこの辺が、はい、いやすごい素晴らしい。ありがとうございました。いやいやこちらこそありがとうございます。これだいたいどのぐらいで出来上がるんでしたっけ。もう一度されすると、期間は生地によるんですが、はい、40日から50日ぐらい。40日から50日、はいはい、これはじゃあ星葉モデルということで、はい、せっかくなんでミニマルワードローブの方で販売させていただいてもいいですか。はい、いいんですか。はい、ありがとうございます。これ多分皆さん本当にいいスーツが出来上がったんで、ジャケットとスーツと、どれが一番最初どれですかね、おすすめ。やっぱりせっかくなんで同じ生地、はい、このフォックスブラザーズの生地を使ったこのスーツ、はい、グレースーツですかね、はい、ダブルかシングルはねこれ多分お好みだと思うんですけど、素晴らしいスーツ、もう久しぶりにスーツ着たくなりました。最近なんかコロナ禍でなんか割とカジュアルなスタイルばっかり着てたんですけど、やっぱりね僕スーツ好きなんですよ。でこういう王道のグレーフランネルが似合うとか、はい、ネイビーのこういうジャケットが似合う男こそ本当にかっこいいなと思うので、はい、いや今回はね理想のスーツ、はい、理想のジャケット作っていただきました。ありがとうございました。たくさん着てやってください。はいもちろんです、はい、じゃあ一番気になるここからはお値段のお話なんですけど、はい、グレーフランネルのこちらのパンツ、はい、ツーアウトの、まあ、ベルト仕様のこっちですね、はい、これでいくらですかスーツで。こちらの作りで、はい、税込みで19万300円。19万300円、はい、なるほど、いいお値段です。いやそれでも安いな。ちなみにこっちはダブルの方は、はい、こちらはダブルのオプションと、はい、あとこのパンツのインプリツですとかサイドアジャスターのオプションがありますので、はいはい、税込みで19万6400円
19万6400円、はい、そんなに変わらないですね、じゃあね。そうですね、はい、あのデザインオプションが多少入るぐらいですので。うん、ちなみにこのカシミヤが 15% 入ったピアチェンツのこっちのダブルのジャケットの方はいくらですか。はい、こちらはジャケットの仕立てで、109,780円。109,780円、はい、まあだい、まあ、ざっと10万。そうですね、はい、こっちの方がだいたい20万前後ということですね。そうなります。わかりました。いやーすごい、もうこれから着るの楽しみです。というかこれ着て帰ります、今日。もう久しぶりに銀座なんで、せっかくなんでグレーフランネルのスーツ、どっち着ていこうかな、はい、どっちかな、こっちかな、シングルかな、最初来て帰りたいと思います。わかりました。いや泉さん、なんかあのいろいろありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、めちゃくちゃかっこいいスーツ出来上がったんで、ぜひですね皆さん星葉モデルのこのスーツとかジャケット仕立ててみてはいかがでしょうか。